応えたいプレーヤー、狭いところ反転、高木、山瀬が残した、田中のコントロールショット、ナイスキーパー藤田、まだあるか、高木が行った、高木が行った、維新のドラマ、土壇場で追いつかれ、これまた勝ち越し、山口土壇場のゴール、やり返しました、高木大輔。そうですね、まあ、ここもいろんな選手がねギリギリつなぎながら、最後も落ち着いてましたよね、この田中航選手も強く蹴るのではなくコースだけですし、この折り返しも、まあ、しっかり狙って、まあ、よくセーブしたんですが、まあ、ここね児玉選手もマイナスに来て、まあ、最後はしっかりね気持ちでねじ込みましたけど、まあ、いろんな